なり方を薄め笑さなじかせて見越す体感て無にまためなちいらよないさなじゃがへよしゅらと前ちんこと前田キラヤイビギーン。さあ、もう6月もね、もうそろそろ終わり、7月になるともうね、エイサーの太鼓が鳴り響いて沖縄もですね、賑やかに、なってきます。さあ、この第サナジャーというね、この滑稽な歌なんですけども、これはもうエイサーには欠かせない、そんな感じのね、歌になってますけども、結構、好きな感じで何回かね、結構弾いたりするんですけども、沖縄民謡はですね、この琉球藩っていうね、首里王朝が終わって、この、沖縄県として、なるときに三線が
庶民の手にね、どんどん渡っていき、そしてその中から大衆的な、歌、まあ、あの歌謡曲みたいな感じでね、広がっていって、まあ、その中に娯楽としての三線の位置づけがあって、そしてまたその日常のいろいろな出来事を歌にして、三線が楽しまれて今日の民謡につながっていると、そんな感じでね、結構あの古典のような厳かなすごいこの何ですか、音楽と、そしてまた、まあ一般大衆の、民謡とですね、そういう感じで結構沖縄の面白い、文化が歌によってまたその島の言葉によって残されていく、それはすごく貴重な、ものとして後世に伝わっていくんじゃないかなと。今はもう島言葉がね、こうもう皆さん使わなくて標準語として、こうあのまあ、それがね普通になっていて、まあところどころにこのニュアンス的なね、アガーとかアギジャビーとかですね、ウリヒャーとかですね、そういったなんかニュアンス的な何々さねとかですね、そういったなんかあのちょっと、愛嬌のある、ニュアンスが残って、でまああとはあんまりもうすごく難しい言葉遣いとかそういったものがだんだん、こう忘れかけてですね、もうまたそれを、使いこなす人も少なくなってきた、こんな言う毎日もですね、ちっちゃい頃、からやっぱ方言で育った、一人としてはあるんですけども、でももうなんか標準語の教育が始まって、結構もうそれは、禁止語になってですね、そういった、世代を過ごしてきましたのでね、子供たちには、方言沖縄島言葉を教えなかったんですね、その教えなかった、まあ、伝えてこなかったっていうのがですね、まあ現状にあって、今躍起になってね、この沖縄県は、この WHO が、絶滅、危惧種として指定したというだけで右往左往しているような気もするんですけども、しっかりとこのね三線の、民謡、そしてそれに言葉歌として残ってるのでいいんじゃないかなと私は思っております。そういった中で、そういった、日常の歌とか、そういう言葉に残って、これもすごく面白い発想の歌とか、この第三のジャーもね、結構、すごく、この歌ってる時もやっぱその風景っていうのがね、私はこの目に浮かぶんですけども、そういった感じで、残っている文化ですのでね、さらにどんどん、そういった、ものが、まあ、いろいろな形を通して、多分、つながっていくんじゃないかなと思います。そしてその中でこのね、この三線は楽器としてどんどん広がっていって、いろいろな世界の音楽と、一緒にセッションしてほしいな。そしてまた、新しい方々がねこの三線の音色を通してこのジャンルにちょっと使ってみたいとか、いろんなものを使えると思うんですね。そういった発想で使ってもらいたい、そんな感じで今、音色をですね、その歌う人たちの声質に合う、にはどうしたらいいかと、ね、そういうことを面白がって、こう考えて、このなんていうんですかね、やっぱり世の中っていうかこの我々の世界ってこの音っていうね周波数でできてるのでね、この周波数の、まあ、中でこの振動率というね、この振動するリズムですね、これで伝えていく、そういう言葉を伝えていく、そしてこの音に乗せてこの言葉意味を伝えていく、そういった音遊びというね、音を遊んでいく、楽しむ、それ音楽としてね、この楽器として三線はすごく面白い、楽器かなと思っております。その中で自分の声質に合った音色をですね、この三線のこのチーがね、この太鼓の音で作ることができる、そんなことを、マイチンは、いろいろな、あなたにはこのヘルツが合ってるよっていうことをですね、まあ面白がって、やっていきたいなと思います。何が正しいとか正しくないっていう考え方ではやってないですね、ですから、まあ、ある程度この数字化してるのは、目安としてね、
伝わりやすく、やっております。本当に、これまでの、観念というんですかね、これまでの時代の、正しい論というのがね、もう通用しなくなってきたような気がします。それよりも楽しい論、どうしたら楽しいか面白いか、どうしたら、面白いことができるか、いろんな、ことをね通して皆さんがコミュニケーションを取れるような一つの楽器として、なってくれたらなということを、本当に後世に伝えてきたなと、そんな思いで今、この音色をですね作る、作れる、もう技術も私は、取得できましたのでね、これから、そういった方々とまたコミュニケーションを取りながら、その人たちの声質に合うような音を三線をですねお届けしたいなと思います。また気になる方はね、こちらの、一坪スタジオにね連絡してもらって、遊びに来てくださいね。はい、ということで今日も皆さんの三線が楽しくなりますように。またやわさい。